はいというわけでアップレディオ第40回目ですねお届けしていきたいと思います来客メディアコンサルタントの佐藤明です今日もアップレディオをお聴きくださいまして本当にありがとうございますというわけでですねちょっと2週ほどお休みをいただきましてで、えーまあ、今回第40回目と ななるわけけんですけれども、ね、ちょうど何、まあ、でお休みしてたかっていうお話、まあ、どうでもいいかもしれないですけどちょっと、ね、最初させていただくと1月からですねすごくありがたいことに名古屋の方でですね講座をちょっと持たせていただいていましてでそれをですね1月3月5月ということでですね全3回登壇させていただいてたわけなんですけどもちょうどですねそれが終わった、まあ、タイミングだったっていうのと あとですね、ま、もろもろいろいろと僕の方でですね、進めていたプロジェクトとか、まあ、準備していたものとかいろいろあったんですけども、その辺がま、ちょっとね、一区切りしたって言ったところで、ちょっとね、このタイミングで一回断もしない期間ちょっと設けてみようかなと、えー、思ってですね、もうこの2週間の間はですね、ねまあ、仕事をちょこちょことしたりはしたんですけれども、まあ、通常の稼働に比べるともう、 20%ぐらいしか多分稼働してなかったかなっていう感じですね。もうそれ以外の時は基本的に、まあ今ね、まだ、まあ東京都の方は、まあ緊急事態宣言解除されてないっていうのもありますので、基本的にお家で、もしくはもう徒歩数分の公園に、まあ子供を連れていくみたいな感じでですね、もう子供の面倒見たりとか、あとはね、家内と、まあ3人で家族での時間をとにかく、まあ過ごすっていうことだけしてました。 まあ、あとは、まあ、すぐ近くに、僕、まあ、実家あるんですけども、実家の方でね、あの、自分の母親ですとか、あとは、まあ、おばあちゃんとか、ま住んでたりするので、まあ、あの、子供連れてって、で、一緒にね、あ、そこで遊んだりとか。 まああの、そういうようなことをしたりって言って、まあとにかくね、家族との時間を最優先するっていう批判にしたんですけども、結構ね、これが、まあ自分にとっては良かったかなと思っていて、やっぱどうしても特にね、まあその在宅、まあ僕の場合はもうずっと在宅で仕事をしているんですけども、えー、それこそですね、僕の周りとかで、在宅、まあこのね、まあコロナの影響でとかっていうので、まあ始めたものの、もう本当にメリハリがつかないと。 いうことでね、まあ、この間もちょうど電話でちょっと話したりとかもしたんですけども、で朝起きてから結局、今までだったら通勤電車乗ってとか、まあ、移動するっていうその間とか、あとね、着替えて、例えばスーツに着替えるとか、そういうのとかでスイッチが入っていって、で、実際に自分のそのデスクに着いた時にですね、じゃあ今日もやるぞっていうので気持ちが切り替わって、で、帰る時もそうですよね。帰るために例えば準備して、 で、また電車乗る、乗るとか、あと帰ってきてからね、スーツ脱ぐとか着替えるとか、そういったこととかをやるので、あの、スイッチがパサッと切り替わって、で、まあメリハリがつけられた生活なんだけど、まあ在宅でやってるとですね、まあこれフ本当にフリーランスあるあるなんですけども、もう自分を生かすも殺すも自分次第という状況なわけなので、結局もう自分自身がいつじゃあそれをやるっていうので、行動を起こすのかってところで、もうそれに全部尽きちゃうんですよね。 なんでそういう意味で言うと本当にメリハリつける、もう相当工夫とか、あと意識してその辺やらないとですね。もうそれこそ、まあ僕、すごく仕事、もうこのままだとやばいなっていうので、もうめちゃくちゃ、あの、やってた時期とかあるんですけども、そういった時期とかはですね、それこそもう起きてる時間は全部もうずっとパソコンに向かってて、で、ご飯もろく人食べずみたいな。 感じでですね、まあかなりね、相当迷惑かけてしまった時期とかもあるわけなんですけども、まあそんな感じでですね、本当ダラ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 とずっとその、何日もその、同じ時間がずっと続いてるみたいな感じにどうしてもなっちゃうっていうことがあるんですよね。まあ最近だとね、そういったことっていうのはあんまりなくなってきてはいるんですけども、ただまあ僕の場合、まあどうしても、まあその集中するって聞かなると、本当それ以外のことを全くもう気が回らなくなっちゃうっていうんですかね、 もう本当にね、家内には感謝しっぱなしなんですけども、もう全部ね、えー、家のこととか家内にやってもらって、で、その間僕はずっとその仕事でなんかね、例えばセミナーの資料を作るとか、えー、まあなんか記事書くだとか、なんかコンテンツのね、準備するとか、ね、コンサルティングするとか、そういった時とかっていうのはもうそればっかりずっとやってるので、やっぱそうなってくるとね、 ずっと、まあ、お互いに、まあ、そういう意味だと同じ家にいるんだけども、まあ、接点がないわけじゃないんですけど、やっぱメリハリっていうのはどうしてもなくなっちゃうので、なんでね、まあ、ちょっと思い切って休もうっていうので、もう、パッと全部もう、連絡とかも全然取らずにね、もう、ほんとゆっくりしたんですけど、まあ、結構ね、それは良かったんじゃないかなって思ってます。やっぱね、そういうのやってる間でも、まあ、どうしてもやっぱ仕事のこととかね、頭回ったりとかしますので、 そういう時にね、その、あ、こうし、これしたいなとか、こうやったらいいんじゃないかなってこととか、全部メモを書き留めておいて、で、じゃあ仕事再開するぞっていうタイミングでね、その辺改めて見直して、じゃあどの順番でやってこうみたいな感じで、えー、まあ仕事の取り組むというのをですね、まあ、やっていたりします。はい。というわけでですね、まあちょっと前置き長くなってしまったんですけども、今日お話しすることはですね、まあちょうどね、セミナー終わって改めていろいろと考えて、 た上でですね、すごくシンプルなお話にしてしまおうかなっていうのでですね、いつもだとね、結構そのノウハウって言ったところで、まあ細かいところをちょっと掘り下げてお話とかしてたりとかするんですけれども、 そういうの抜きで、もっと簡単に、あ、そうなんだっていうところでもうすぐにね、意識できることをお話ししたいなと思って今日一つ議題を用意しました。で、それが何かっていうと、特にブログ初心者の方ってやっぱり記事を書くときって、やっぱどうやって書いたらいいのかっていったところすごく悩まれてしまうんですよね。で、ちょうど、まあそのセミナーの企画とかでもですね、その添削とかさせていただいたりとかしたんですけれども、やっぱりね、すごく悩まれたのが何をどう書けばいい いうところでですね、やっぱ書き方すごく悩んでしまうっていうのがよく、まあ、見受けられたっていうのもあったんで、まあそういったこともあってですね、じゃあブログ初心者の方って記事書くときに何を注意したらいいのって言ったときにですね、僕はまずこの1個だけ、たった1個だけでいいので、それを意識してやってみるといいですよということでですね、それをちょっと今日お伝えしたいなと思います。で、それが何かというとですね、もう何のために書いたのかという目的を 明確に伝えること。もう、初め、これだけでいいです。よくですね、ブログでやってしまうのが、まあ、例えば集客したいなとか、何かのお知らせしたいなと思った時に、なんとなく記事を書いて、で、その先にですね、あ、そういえば今度こういうのやるんで、よかったらどうぞみたいな感じで、取って付けたみたいな感じでですね、例えばそのセミナーの告知のリンク掲載したりとか、メルマガの何かね、リンク掲載したりとか、そういったケースとかっていうのはね、やっぱりすごくあるんですね。 で、やっぱりブログ読む人って、まあ当たり前なんですけど、目的を持って読みます。で、その目的っていうのが、まあ、はっきりしてる以上ですね、こっちの方でもその目的に合ったものですよとか、あとその知りたいなと思ったこと、これ知れるものですよっていうことを、そもそも最初に伝えておかないとですね、読むかどうかっていうところも判断ができないっていうふうになっちゃうんですね。ですので、記事を書くときにまずやっていただきたいのが、この記事は、 こうこうこういう人に向けてこういうことを伝えるために書きましたとか。あとはこの記事は今度いついつにどこどこでこういった内容でセミナーを開催するので、こういったことで悩んでいる人にぜひ来ていただきたいなと思ったので、それについてちょっと書きましたとか。で、記事の最後にそのセミナーのリンクもありますので、よかったらぜひセミナーの方をご参加いただけると嬉しいですとか。 そういうような形ですね。もう、ちょっといやらしいと思うかもしれないんですけども、もうね、ここは、その、包み隠さずにですね、その、目的、記事が、記事をどういった意図で書いたのかっていうところですね。それをもう、はっきりと最初に伝えてしまう。で、それをすることによってですね、まあ、当たり前なんですけど、私はこれからこれしますって宣言した以上ですね、もう、それ以外のこと書けなくなるわけですよね。 そうすると記事の内容というのもブレにくくなりますし、余計なことも書く必要がなくなって、もうシンプルにそのことだけ伝えればいいという状態になります。はい。というのがありますので、ブログ初心者の方は特にですね、ブログを書くときに、この記事はどういう人に何をしてほしくて書いたのか。そのブログの目的ですね。自分がなんでこれを書いたのかっていうことをはっきりと最初に伝えてあげる。 で、タイトルでもそういう、それができるとそういうふうに書けるようになりますよね。これこれについて、お知らせですとか、こういうのを知りたい人に向けて、解説、記事書きましたとか、もうすごくベタベタでいいんです。そのぐらいベタな記事の方が、実を言うとですね、わかりやすいんですね。結構やっぱブログ、いろいろと書き慣れている人とかのブログ見てすごく上手に書かれているので、もちろんね、 それって参考になるところいっぱいありますし、取り入れていくべきではあるんですけども、最初からいきなりそれで100点満点狙おうみたいなことをするとですね、記事、そもそも書くて止まっちゃうんですね。あれ、なんでこんな文章うまくまとまらないんだろうとか、言葉が出てこないとかって、もちろんこれは練習をしていくことで、少しずつ上達はしていきます。ただ、最初からいきなり自分自身のハードルを上げてしまうっていうのが、やっぱりブログ書くときのですね、一番大きな 僕はハードルになってしまっているのかなと。まあ、要はネックになってしまっていて、そもそもブログを始められないとか、記事を続けられないと、書くことを続けられないといった原因になってしまっているというのが、これまでにですね、何百人も見させていただいたところを、僕が強くですね、感謝ところだったんですね。というのがありますので、ブログを書くときに本当にシンプルに、もう今日はこれしかお話ししません。はい。もうとにかくシンプルに、この記事はどういう目的で書いたのか。それだけを、 とにかく最初にちゃんと言って、で、ちゃんとそれをしてあげるということですね。それだけしてあげてください。はい。で、それが書けるようになってきたらですね、だんだんと、じゃあそのためにどういった構成にしたらいいのかなっていうこととか、か気持ち的にですね、少し余裕も出てくるようになりますし、それこそ検索には最初強くないかもしれないんですけれども、SNS でシェアする記事としてはすごく相性がいいんですね。やっぱり SNS で見る人っていうのは、 え、端的に情報をね、え、何か面白いのかなっていうので、え、見ているっていうケースがあるので、それつ繋がってる人たちにね、え、こういうこういう質問とかがあったんで、そういう方に向けて今回こういう記事書いたんでよかったら読んでくださいとかっていうのであると、ね、難しいこととかテクニカルなこととかブログ上でしなくても、あ、じゃあこれちょっと読んでみたいなっていうので、やっぱり読んでもらえるきっかけ作れますので。はい。で、そういったところからね、また他の質問があるとか、ニーズがあるなとか、いいねよくされるなとかっていうことがあれば、それに関連したので、 この間投稿したこれに関する記事がすごく好評だったので、ちょっと追加でこういう記事も書いてみたんで、よかったら読んでくださいとかっていうのをやっていくと、それだけでね、かなりやっぱり知ってもらえるきっかけっていうのできますし。特にブログっていうのはその SEO だけにね、こだわってしまうと、どちらもね、 ちょうど5月5日にも、ね、Google のコアアップデートといって、まあ、検索の、ねえー、システムまた大きく、ね、改善が入りましたけれども、まあ、そういうのがあるたびに、ね、やっぱアクセスがすごく減ってしまったりとかっていうのですごく大変だったりとか、あとそもそもそれを身につけるまで、ね、すごく大変だったりっていうところがありますので、最初はそういったところをとにかく気にしなくていいので、自分がなんでこれを変えたのかというその理由ですね。 それをちゃんと伝える。で、その人を対象とする人にどうなってもらうために書いたのかということですね。そういったことをちゃんと書くようにするということですね。それをまず意識していただければなと思います。はい。ということでですね、まあ、かなり今回は短めのお話になるんですけど、たまにはね、短くスパッとお話しするのもいいのじゃないかなというところで、今回のお話は以上にさせていただきたいなと思います。はい。で、もしね、今回のお話を受けてでも、 大丈夫ですし、この他にですね、ブログのこととか、何かわかんないこととか聞いてみたいなっていうことがございましたら、この記事のですね、最後に専用のフォームございますので、こちらからですね、本当あの、お気兼ねなく投稿していただけますので僕全部目通してますので、はい。また、あの、こちらのね、番組の方で取り上げていきたいなと思っております。はい。ということでですね、実はともう、あと1 1> 1ヶ月ちょっとくらいでですね、アップレディオが1周年を迎えるわけなんですけども、2年目以降もですね、えー、なんか、あ今回聞いてよかったなと、一つでもね、思っていただける情報を、音声でお伝えできるようにということで、えー、やっていきたい たいなと思っておりますで、あとはですね、ちょっとね、まあコロナの影響とかもあって、なかなか進んでなかったんですけども、えー、対談予定ですね、ゲストの方、えー、実はですね、結構その、えー、アポイントを先行して取らせていただいていて、お話、えー、一緒にしてくださるよっていう方、結構いらっしゃいます。なのでね、そういう方も順次、番組でですね、ご紹介していきたいなと思いますので、楽しみにお待ちいただければなと思います。はい。 というわけで、今回以上ということでですね、今回も最後までアップレディをお聴きくださいまして、本当にありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。